今回ですね、あの、LINE アットの方、ライまあ、公式 LINE の方でこういったメッセージいただいたので、あの、ちょっと動画で答えていきたいと思います。えっと、お疲れ様です。初めて売れたものがダイソーの商品だったため、送料が売り上げを超過してしまうより、タッカー鍛のものへトライしようと、IKKO さんのリサーチ動画を参考にして、家にあるほぼ不用品を昨日50ドルで出品したところ、本日させてれました。おおめでとうございます。いいですね。 これはね、ダイソーっていうのがあの例えば粘土売りましょうとかあのよくですね一般的な物販のコンサートとか、まあ、輸出ですねあの結構あるんですよダイソーのものをまずあの赤字でいいのに売りましょうみたいな練習しましょう、えー、例えば売れる感覚をつかみましょうフィードバックを増やしましょうみたいな感じになるんですけどもあのそもそも赤字になっちゃったらもったいないじゃないですかでもね そういう動画とか結構あったんですよ、今まで。eBay 輸出でなんかダイソーの粘土を売りましょうとか、なんかダイソーの商品を売ってあの赤字になってもやりましょうみたいなのが結構多かったんですけども、ではなくて、あの、なぜ eBay っていうのはいいかっていうと、日本のものを世界中にアプローチできるんですよ。っていうことは、僕よく動画で言うんですけども、家にある不要品っていうのをですね、 とにかく eBay に出品する。例えばこれはメルカリとかヤフオクに出品することももちろんできるんですけども、あのそもそも日本の不要品っていうのは他の家庭にも不要品で置いてある可能性があるんですよ。そうするとそこに、あの、まあ、優位性が働かないんですよ。差別化ができないんですよ。であれば、その商品っていうのを世界中に発信して、 あのアメリカとかイギリスとかフランスとか世界中の、まあ、人間ですね人に発信することによって日本の国内で売るよりも海外に売るっていうここで一つの差別化っていうのを図るんですよじゃ例えばですねあの家にある不用品例えば僕の実家は埼玉の方にあるんですけども、まあ、男3人兄弟なのでこう頭の中で思考した時に あ、家の押し入れであったりとか、まあ、例えば部屋、子供部屋に何が置いてあるんかなーって思ったときに、まあ、例えば男3人であればゲームソフト、ゲームボーイとか、例えば任天堂64、PlayStation、s e g で、あとは、えー、ゲームボーイ、ゲームボーイアドバンス、コントローラー。あとは、例えば昔の漫画雑誌とかですよね。 あとはフィギュアとか、うん、人形、ソフビーとか、まあ、多分ありますしあ、まあ多分本当に赤ちゃんよ、幼稚園とか小学生の頃にウルトラマンの人形とか、ゴジラの人形とかも確かあったなと。段ボールの中を覗けば、そうですね、子供の時のおもちゃが入ってるし、で、例えば親目線で不用品何かって言った時に、 あ、食器不要品だなぁとか、箸不要品だなぁとか、それも不要品なんですよ。別に、アニメとかゲームじゃなくても、あのー、日用品でよくって、ま、あ箸とか食器とか、なんか、茶碗とかさね、日本だから。茶碗とか、あと何が不要品かなぁ。あとなんかったっけなぁ。 あとね、多分ね、教科書とか、もう売れると思うんですよね。僕の勘ですけど、ドリルとか、なんか日本語勉強したいみたいな人が意外に買ってくれたりとか。じゃあ仮にですね、この視点をまた一つ書いた時に、あの僕、甥いっ子と姪いっ子いるんですよ。じゃあ甥いっ子と姪いっ子って、例えばその時に、あの、遊んでたおもちゃであったりとか、その、いらなくなった本とか、なんか付録とか、 なんんかかゲームとかたくさんあると思うんですよあある意味あとはですねちょっと視点を変えた時に例えばおいくらとメイクが着ていた服とかなんかキャラクターの服キャラクターのバッグとかっていうのもまあ普通に不要品として海外に出品した時に売れるんじゃないかなみたいなでもここにですねその人と その不要品をですね、メルカリとかに売ると、メルカリとか例えばブックオフであったりとかハードオフであったりとか、あ服であったらセカンドストリートとか、あのー、っていうところに持ってったら本当にみの涙ほどしか買い取ってくれないんですよ。なんでかって言ったらそこに優位性っていうのは生まれないからなんですよ。でも一つ視点を変えたときに、その、 海外に売った時に3億人、2億人ぐらいにですね、eBay やってる人とてそれぐらいでしたっけど、まあとりあえず1億人以上の方にアプローチできるんですよ。じゃあ1億人の中に1人その商品が欲,欲しい人がいてくれたらその商品って売れるわけじゃないですか。だからこそ僕はあの海外の人にそれだけ世界中にアプローチするんだったら高めに出して売れたらラッキーっていうのを考えてるんですよ。 これが日本のメールカリとかヤフオクだとそもそも安い人とかから買われるのであの、剥離多倍になっちゃいますよね。梱包して発送してメールのやり取りしてで日本人細かいのでなんかいろんなメールのやり取りめちゃくちゃするみたいな。で、ようやく出た利益が120円でしたみたいな。これ全然あると思うんですよ。そう。 これがまさに家にある不要品をですね、50ドルで出品したところ早速売れましたってことは、実はそのものに価値がある可能性ってめちゃめちゃ高くって、だから日本のものってそれだけ人気なんですよ。だから本当に何でもいいと思います。着物とかでもいいと思いますし、うん、そうですね、ランドセルとかリコーダーとかカスタネットとかを。 あ何でもいいと思うんですよ本当に、はい、なんとに MD ウォークマンとかなんか昔のなんかカセットテープとかうん何でもいいと思うんですよねカメラカメラとかもいいかもしれないですよねもちろん映るんですがなんか未開封でいい置いてましたみたいなのもいいと思いますしあとは釣り具とかいいじゃないですかルアーとかリールとかあそうですね釣り具とかもいいですよね あーなるほど、なるほど。あとね、キャンプ用品とか、自転車のパーツとか、でもいいんですし、DIY をやってる人だといいですし、あとはね、あれですね、あのハンドメイドやってる人だったらまたハンドメイドの何かやるとか、でもいいですし、これはまさに、こんなもんでも売れるのかなと思ったら、海外出したで意外に売れたりするんですよね。 でも、それって別に出品するだけだからリスクなんですかってことなんですよ。全然リスクじゃなくて、逆にやると、海外に出品した経験、あの、英語が例えばできなくてもメールでやり取りできた経験、まあ、英語はもうできなくてもあのできるんですけど、eBay ってで。あとは海外に発送した経験、いいフィードバックをもらった経験、これはすべて経験になるので、あの、まあ、 例えば人間のレベルがもしあるとしたら絶対にレベルアップするんですよ。そう。ってことですね。まあすごいいいことだと思いますね。本当に。で、そうですね。まさにタイトルの付け方。これも経験。例えばメルカリ、ヤフオク、アマゾンに出品するときもタイトル、ブログ書きます、タイトル、YouTube やります、タイトル。ここで全てタイトル、コピーライティングなんですよ。で写真の撮り方もそう。 うん、メルカリやフォークでもブログの写真でもそう、で伝書席で写真集作るでもそう。あとアイキャッチとか、その何か表紙作るのも全部写真。これも全部そう。全部リンクしてるんですよで。検索力。これもそうですね。リサーチ力ですね、まさに。これも全部そうなんですよ。生きていく上でそもそもリサーチって大事じゃないですか。例えば何かどこかに旅行行った時に、あのー、まあ、美味しいご飯屋さんの探し方がパパッとできたらかっこいいじゃないですか。 うん、みたいな,なんか例えば誰かとデートしてその地方に行った時になんか穴場のうん食事屋さんをすぐパパとリサーチできたらかっこいいしなんか観光地をなんか咲くってリサーチできたらかっこいいじゃないですかこれはもう全て人生の上でリサーチ力ってリンクしてるんですよねこの辺もあの絶対にあだから要は 今、会社で副業禁止の会社ってあるじゃないですか。でもなんか、その論文とかで副業を解禁した会社の社員さんの方が、能力めちゃくちゃ上がるらしいんですよ。これがまさに、他のビジネスであったりとか、他の勉強とか経験をしたことによって、本業でも活かせるっていうことになるんですよ。これがまさにリサーチ力でもそうで、タイトルの付け方、写真の撮り方、この辺も本業で活かせる部分ってあると思うんですよ。 例えばメールのやり取りとかお客さんとの,のやり取りとかお客さんに対してどうリサーチをしてどう一番いいアプローチをして喜んでもらうかとかこういったのを全てリンクしてるのであの副業をやる会社の方が本当に社員さんの力ってめちゃくちゃ爆上がりしてるみたいなんですよっていう統計が出ててなので副業を気してる会社はどっちかっていうと本当にその世界を見た時にまあ本当にアジアとか 見たときに本当に日本遅れてっちゃうよなって思っちゃいますよね。本当に。で、よろしくお願いします。で、レスは大丈夫だってことなんですけど、まあ、あの動画でちょっと、そうですね、あの、すごいいい取り組みだなと思って、ちょっと撮らさせてもらいました。すいません。<laughs> そうですね、まあよかったら、そうですね、すごいいいことだと思うので、人が成長することってここなんですよ。 新しいことをやってみて新しいことにトライして人の知識人の経験に触れてで自分自身が実際にチャレンジしてであの仮説と検証を立ててで不要品を売るこれが仮説で売れるかどうかをやってみるこれが検証で実際に売れたこれが成功体験じゃこの成功体験を得た後に何をやるかっていうと成功体験を掛け算していく横展開していく作業量をぶち込んでいく でさこれをコツコツやることによって1週間後1ヶ月後半年後1年後あの大きな成果を得る大きな資産を作る大きな自分のメディアであったりとかコンテンツ自分のブランディング力が増しているだからブロガーとか YouTuber とかああいうた人たちはコツコツやるから1年後とか半年後とかあのすごく大きな結果が出ているっていうことなんですよはいじゃあちょっと そうですね今夜中の1時40分なんですけど何か熱がこもって喋っちゃいましたねこれはもうねあれんですよね喋って、まあ、特に台本とかないですしもうよくこう何も見ずにピラピラ喋れる喋れるなあと <laughs> まあ思ってくれたら面白いですねはいじゃあちょっとおめでとうございますじゃあまたよろしくお願いします